とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリー行きます。で、さっきまでね、ここやってました。デイリーさんで、モブが、帯電を持ってるとこ。で、自分が重力パルス持ってるってやつ。ここをね、無限ポーションバリアで行ってたんだけども、途中でもう心が折れた。これは無理だ。帯電持ってるところは、ちょっと厳しい。ということで、ここ行きます。ここ。敵がね、弱体化を持ってんだけども、カバンビルドだったら近寄らないから大丈夫。で、HP も 20% 増加するんで、行きやすいと思います。行ってみよう。んじゃ、ま、行きましょうか。いやー、帯電付きの場所はね、あそこはえぐいわ。まずもってちょっとね、無理だな。装備品が、そうね、260台の無限ポーションバリアができるやつだったら、まあまあ、それでもきついと思うけどね。ちょっと待って、防護のこいつむちゃくちゃ硬いな。おい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 、めちゃくちゃきつい。なんなんだこれ。よし、行くぞ。まあ、とりあえずね、矢を無限増殖しないと戦いにならないね。矢は出てこないのかい。いやー、ここもね、クリアしたいのよ。クリアすれば、ここね、ガントレット出るから、締め具がね、出る可能性がある。ちょっと頑張ろう。おいおい、ちょっとイカが多くないかい。イカむちゃくちゃ多いな、ここ。あー、穴が開いてる。あー、ん？あ、違う。ここは、いないや。強制戦闘のとこだから、あそこで出てくることはないよね。まあ、他にも多分横穴、もう一個ぐらいあると思うんで、そこには、キャプテンいるでしょう。ちょっとなんとかここはクリアしたい。あ、発見！あったあった。ここはあるでしょう。さっきのところが違ったからね。いた。いきなりいた。ちょっとなんかた、ちょっと待って。ここは戦いにくいな。ちょっと待て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 。マジか。しかもこのチビがいるからさ。ちょっと行きにくいな。行くぞ。帯電持ってるやつがいる。最悪だ。よし。おいおいおい、水の中でお前だいぶ早めに撃ってくるね。チートじゃないのそれ。よし、いけたいけたいけた。あー、きつい。やーばー。これまだ先だいぶ長いぞ。あぶねー。次なんだ。え、あ、遠隔モブが略奪者になるかな。オッケーオッケー。まだまだいける、まだいける。よし、3体目。やべ、動きにくい。よっしゃー、なんだ。よし、脅威。オッケー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 。で、もう一回脅威が来い。うっそ、まさかのナイトモードだ。もうなんてことしてくれるんだこれ。やばい、ナイトモードはちょっとまずいな。敵は増えないでほしかった。やば、もうここジオマンサーいるじゃん。ジオマンサーいるとちょっと戦いにくい。お前か、ジオマンサーいたぞ。よし、うわ、おい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 って。よし、え、あとあと1体か。うわ、ちょい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 。あ、いたいた、最後の1匹。どこだ。あ、あそこか。よっしゃー、お前で終わりだ。早いって、矢が早いよ。
よっしゃ最後もう脅威であって脅威。よし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 。うわーやばい、死ぬ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 。ああもう、あれもう一体いた。あ、違ったか、気のせいか、俺の気のせいか。次が最後か。うわーもう戦いにくい場所で出てくるねお前は。よし、オッケー、これが本当の最後。何、え、モブの、あ、速度 30% アップかな。ああ、それならいいや。ああ、やばい、ああもうデスバーターが消えた。もうもう一回これ置いていこう。どっち、こっちか。あれがあるとね、息はだいぶ楽になるんだけど、矢が撃てなくなるっていうのがね、ダメなんだよな。もうサクッとクリアしたい。まだか。もうナイトモードだからさ、気の休まる場所がないのよ。まだっすか。え、ここボスいたっけ。あ、え、うん、いないか。ここはボスじゃないね。え、これボスいるじゃん、ここ。ボスいるよ。まあ、ワンパンするか。ちょっと待って、ここさ、あの、魔法使いが出るよね。溺れたネクロマンサーか。あれが出るから。いや、ここまずいな。おい、硬いって。硬い。もう鬼のような硬さ。よし。よし。魔法使い鬱陶しいんだよな。どうやって倒すか、あいつ。よっしゃ。やばい。ああ、もう、思ったよ、それ、思った。それ来ると思った、もう。引っかかった、もう最悪。よし。よっしゃ。倒した。ワンパンしたい。ということは、武器を、スポンジストライカーだ。やばいって、もう。ちょっと待って。ラグるな。ああ、ミスった。もう。ちょっと待って。オッケー。待て。よし。ちょっとスポンジストライカーさして。あ、いた。いけるか、果たして。よっしゃ。果たしていけるかどうかだ。よし。いやー、ここでも雑魚敵も出てくるんだよな、もう。嫌だなー。最後の最後にこれほんと嫌だな。よし、なんとかワンパン狙おう。じゃないとちょっときついわ。ちょっと待って、動きをよくさして。いやー、よっしゃ、倒した。早く相手。よっしゃ。装備変える。出てくんなよ。あ、出てきた。おー、危ねえ。クリアしました。ギリギリだったけどね。いや、ナイトモードになるとさ、もう気が休まらないから、もうやだな。でもこれで、いったね。全部、入手できたんで、どうだ。まあ、262の締め具だったらむちゃくちゃ嬉しいけど。どうだ。ああ、ちょっと待って、アイテム結構いっぱいいっぱいだな。アイテムいっぱいいっぱい。でもいいや。はい。まず最初。
ガントレット、お、これ、次来るんじゃないの？来い。どうだ？蝶のクロスボウかー。しょぼーい。あ、261でもう25万か。あ、でもまあまあ、これ連射するやつだからね。いや、いらないわ。ガントレットもいりません。で、ちなみに出た締め具はこれ。旋風クリティカル、衝撃波、いけるし、ガードストライクもある。お、これなかなか強い締め具だね。はい。とりあえず今日は、デイリー3、クリアしてみました。なかなか厳しかったけどね。行くことができました。海の中ちょっと嫌いだわ。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。